そういえば前回は、ここで、ああ、そうだなって言って一緒にマシンところまで行ったけど、今回ちょっと断ってみる。もしかしたら違うストーリーになるかもしれないから、くだらないな。そんな理想郷、俺は望んでいないんだぜ。つなんだと？もっと面白い答えを期待していたのだが、魔族や魔物たちの楽園だと思ったよりもくだらん理由だから、規模がちっちゃすぎるんだよ。そんなもののために今まで面倒な仕事を引き受けていたと思うと嫌になってくる。悪いが、俺は魔族や魔物の楽園なんぞに興味はない。勝手にどこでも行くといい。じゃあな。そうだね、人間一部残してくれるからね、可愛いことが。それなら許したけどね。待て、このまま生きて返すと思うの？あ、戦う感じ？ま、でもどうせ、うわぁ増えた。お前は俺たちのことを知りすぎた。大して知ってないんだけどな。知りすぎた？お前たちが勝手に答えただけだろ。別にね、特に深い理由とかもなしにやってこいって言われただけで、秘密という秘密はなかったけれど。黙れ。俺に逆らったことを後悔しながら死ぬがいい。人間。小物のくせに。わあ、かっこいい。 BGM までかっこいいじゃん。小物だと思ったら結構強い感じ。戦っていきますか。まあでも、まあ余裕だよね。おそらく、ラスボスのあいつらよりは弱いと思うから、まあとりあえず盗んだ。ウィッチをトレジャーハントで、お金は結構持ってそうだもんね。かっこいい武器とか多く盗めないかな。で、レルベルク。さあ、目を閉じ、心を急所で、これでワンパンできないかな。ワンパンさすがに無理か。ああ、でもツーパンできると。なるほど、ゴーイズブラッシュブロー。これ倒しちゃうんじゃない？盗む前にもしかしたら。大丈夫？ホーリーブラストで、いいダメージ。さすがボスは結構強いな。ダークフォース。この闇の力をさ、つけたらどうなるんだろうね。別に攻撃力上がる感じではないような気するけど。さあ、スピンラッシュ強い。お、いいね、1のダメージ。さあ、じゃあラッシュブロー、乱れ切り、乱れ切り。シャイニングで、で、じゃあ、ガードアサルトでいいかな。このターンで倒せんじゃない？よいしょい。あ、結構タフ！なかなかやりおるの。シャイニング、ラッシュロー。さすがボスを名乗ってるだけあるね。まあでも倒されるんだ。余裕じゃないですか。あれ、ラウロの HP が変になった。1万超えてるからかな。5桁になると表示されなくなっちゃうのかな。さあ、これでレベルも上がった。経験値うまかったね。バカ。この俺が、こんなところで、すまん。これ誰フランなんて。お前との誓いを守れなかった。そうやって俺を悪役にして。ああ、行っちゃった。やった！死体がゲットできる。レルベック、盗む盗む。これでどうなっちゃうんだろう。あ、いやいや、お前、あれ？話は聞いている。こっちだ、奥に進め。え、どういうこと？え、もういないよ。こいつら倒されたこと気づいてないじゃん。お前の話だけど、レルベックさんのため、もう死んでるよ。え？何も変わらない日常が待っている。そっか、暗殺しちゃったみたいな感じだ。あんなに派手にね、戦いまくったのに。全然気づいてないんだね。ああ、じゃあ、このままだとマシンの方行けないってことか。特にエンディングも見られるわけじゃないから。じゃあ、ついていくパターンでもう一回やり直すか。ここで前回は、受け入れるを選んだんだよね。受け入れないと戦うことになるのかな、ユスティアナさんと。受け入れない。俺は正義のために、世界支配なんてね、望んでないんだよ。俺は正義のために、お前と戦う！てんてんてん。そうですか。共に来ないのであれば残念ですが、あなたの存在は私にとっての脅威になり得るレベルなんだ。消えてもらいますね。では行きますよ。どうなんだろう。仮にもそこそこすごいレルベルクをワンパンしたぐらいの強さだからね。ユスティアナさんちっちゃいね。もうちょっと大きくてもよかったんじゃない？人間サイズなのか、そのなんかさ、下どうなってるの？その裏。え？すっぱだかなのこの人。怖いんだけど、すっぱだかにマフラー巻いてるって変態じゃん、ただの。ラッシュブロ戦っていきましょうか。心眼に、乱れ切り。どうだろう。まあ、でもミラちゃんよりは弱いよね。こいつ魔法使いそうだからレジス使って、で、一応盗んどこうか。こいつめっちゃお宝持ってんじゃない？そのマフラー取ろうぜ。マフラー取っちゃえばすっぽんぽんだよ。いけ！で、心の目で急所を見極め、会心率を上げていく。どれくらい入る？あー、でも、防御力も結構高いな、こいつ。そんなに食らわない。ラッシュブロー、いいダメージ。レジスト。で、防御力を上げていくと。さあ、これで、試して、あ、スピードはそう、あいつ。あ、何も持ってないの。マフラーすら取れない。ホーリーブラスト。性属性か。ののちゃん魔法防御めちゃめちゃ高いから、全然ダメージ受けない。性属性は基本効かないのかな？強いな。じゃあ、ラッシュブローで、乱れ切り2回打って、で、もう1回レジストかけておいて、
で、じゃあ、ガードアタックでいっか。乱れ切り強い。乱れ切り強いね、いいね。で、レジスト。これで、ホーリー系の技も、そこまで怖くないんですよな。さあ、ガードアタルト、いいね。あと、防御も上げとこうかな。防御上げれば、ガードアタルトのダメージも増えるしね。ラッシュブローで、心眼使って、乱れ切り。で、じゃあ、プロテクト、ガードアタルト。もう3分の1じゃん、残り。そこまで全然強くなかったね。いや、ラウロとバルトとノロちゃんが強すぎたんだよな。やったぜ。こいつは仲間に入れとけど、大抵の敵はもう倒せるね。さあ、倒しちゃいました。口ほどにもなかったやつ。ユースティアな。お、でも経験値うまい。経験値いいね。どん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 レベル上がっていくね。リル君も気づけば70か。これは、驚きました。お、強いですね。みんなとどめは刺さないんだ。人の身でありながら、大したものです。4人中3人が魔族だけどね。どうやら、その力に溺れるだけの愚か者ではないようですね。一回溺れたよ。それでミラちゃんにすごいね、怒られた。これは私も、本気を出さなければいけない。何？手加減してたの？フリーザみたいに第二形態とかあんの？なんだと？あ、キューンだと。何？ああどっかで見たことあるシルエット！何？武器とか持ってそう。この人武器にできるかな？その姿は、お前は一体何者だ？ふふ。さて、何者なんでしょ？と言いたいところですが、あなたとはこれが最後ですから、特別に教えてあげます。私は、かつて。え、本当にマシンだったの？この世界で、神と崇められていた存在なのです。神様だったの？神様がなんで封印されてんの？てんてんてん。人間によって封じられてたから人間を。あ、戦わないんかい！エンディング中に神の力、クリアを、いえ、ちょっと消化不良すぎるよ、それは。大体強いよね。なんだよ、それ。じゃあ、ミラちゃん戦ってみるか。AP、あ、4も増えたよ。やったじゃん。これで今 AP7 ぐらいあるんじゃない？じゃああのさ、なんかかっこいい騎士のやつ、ゲットできんじゃないかな。いけるかな？はい、キリア。盗むこともできるんだ。はい、受け取ります。これは別キャラなの？ステータス。あ、いない。アイテムで、キリア。これは？キリアを仲間にできる。仲間にしようぜ。え、めちゃめちゃ強いとこあるんじゃない？これ。まさかメンバー交代あるの？この神夫人に。よっ、あ空の勇者だって、めちゃめちゃ強いじゃん。前作、転生会社員からのゲストキャラクター。とある世界では空の勇者と呼ばれた伝説の英雄。え、ちょっと待って。めっちゃ強いんじゃない？あ、でも、そこまででもなくない？なんだろう、技とかが強いのかな？ただ、リルクよりは全然強いもんね。あ、回復か。リカバリー、味方で、リジェネート。うん、味方単体で、セントレメディ。レメディは？あ、あげね。アゲイン、リザレクション。ファイアトルネード。じゃあどっちが強いんだろう？技とか。あ、なんか秘術。二つあんじゃん。神罰。神への祈りを捧げ、裁きの光を下す。幻惑がつくのね。グランドクロスは？剣または斧の装備で、光をまとった武器で巨大なコーサーを描くように切りつける。攻撃系か。アーマー、あ、魔法と技が両方使えるってことか。アーマーブレイク、ガードアサルト、パワースラッシュ。あんま、防御下げることもできるのか。ロノちゃんとどっちがいいかって感じだね、じゃあ。いや、でもロノちゃんの方がなんか強くね、普通に。硬いし、魔法力もあるし。じゃあ、リルクと入れ替えるってこと？主人公いなくていいの？装備品が弱いとかってそういうわけではないよね。あ、結構強い。あ、強いわ、普通に。どうなんだろう。ちょっと微妙な気もするけれど、女神の指輪。女神装備。これは、外せんのかな？外して他の人に装備できる？あ、できないか。女神専用装備って感じかな。ぽいね。じゃあ、とりあえずリルクよりはマシだから、入れ替えるか。これ主人公いなくても大丈夫なの？会話するときとかどうなんだろうね。恐竜外見。あ、これいいな。これ盗んだ。これは？あ、これもいけるね。飛行機とかこっちもいけるよね。2ぐらいだったもんね、こっち確か。OK。あ、全部取れる。一応取って、外見も取る。これは？あ、取れる。エンディング番外2を見ると。あ、番外エンディング2ね。エンディング2は見たけど番外の方は見てないもん。あ！ちょっと待って。
盗まない盗まない。その前に。いるじゃん、ここに。これあれだね、地下にいた人だよね。あ、普通に話しかけちゃった。大丈夫。つ！いや、待っていて。謎の男。バルズダットの話していた通りだ。いずれ来るとは思っていたけど、こんなに早く会えるとは嬉しい。シャセル様だよね、これ多分。君にはあの時のお礼がしたかったんだ。私をあの牢獄から出してくれ。待て、お前は誰だ。初対面のはずだ。そういえば会ってないもんね。俺は見たけど一応。あ、誰か来た。はい、すいません。あー、そうか。私が姿を現す前に君は出ていてしまったからね。わからなくても無理はないな。実は部下から君のことを聞いて。聞こえていないのか。お前は誰だと俺は聞いている。そうだね、説明しないことにはね。ああ、失礼。私は彼、バルズダットの古い友人でね。彼とは昔同じ師匠のもとで、とある魔法を一緒に研究していた中だ。え、じゃあシャセル様じゃないの？バルズダット。あ、この人の？あの牢獄から出て久しぶりに連絡を入れたら、今は商人をやっていると聞いて驚いてね。居場所を聞いてここまでやって、送ってもらったというわけなのさ。わけのわからない話までごちゃごちゃと。人の話を聞かない。変わり者が多いよね、これ。でも強そうだよね。仲間になんねえかな？はてな？それにしても君は、なかなかに風変わりな格好をしているね。その姿は呪いか、何か。あなたもわかるんですか？違いますよ、これ。魔法人の姿してる子がリルクですよ。わかるのか？こんな女装してるわけじゃないからね。その格好の正体が魔法であれば、ちょっと失礼するね。え、まさか溶けるとか？お？これは。まさか！何？正体知ってんの？あのスライムの。何をした？何？少し君を調べただけだよ。害はないさ。それにしても、面白い。無様だとしても、やはり長生きはするもの。ちょっと教えてよ、もう、お前。謎すぎるんだよ、お前。名前も謎の男だし。名前ぐらい教えろよ。まさか、この魔法を実際に触れることができるとは。この世界には存在しない魔法なの？おい、俺の質問に答えろ。ああ、そうだったね。どうやら、君は私と同じ類の存在のようだ。一度死んだ、ことかな？うん。まあ、教会は私とは違うようだけど。ああ、まあ、死んでいることには変わりないってことか。しかも、強力な力に捕らえられているようだね。君からは相当な魔力。というか、概念のようなものを感じるよ。概念。はあ、かわいそうに。君の教会にはきっと終わりなどないのだろうね。そうだよ。倒してもさ、なんか裏切られるんだもん。どうしたらハッピーエンドになるか全然わかんない。てんてんてん。どうやら、正常な状態ではないようだ。これ以上は関わらない方が良さそうだ。あ、仲間になんねえのか。あ、そうだ。もしも、今の君に耐えられなくなったら、私のところに来るという。今の君に耐えられなくなった？君には恩があるから特別に無償で死なせてあげよう。ああ、じゃあこれもエンディングの一つになるってことかな。はあ。まあ自殺ぐらいなら誰でもできると思うけど。おっと、一応許可は取らないとね。なあ、いいだろ？バルズダット。それとも久しぶりに魔法勝負で決めてもいいのだけど。どうする？え、まさかバルズダット、この強そうなやつよりも強いの？お前、相手に力づくとなると、私も覚悟を決めなければならないからな。それに私には受け負った仕事がいくつかある。お前にも話したが、これでなかなかに忙しい身なのだ。故に、今回は特別にお前の言動に目をつむ。いやいや、俺の意思はないの。では話は決まりだ。いいかい？君の名前は何だったかな？リルクです。もう覚えてよ、さすがに。ああ、そうだった。あ、名乗るのが遅れたけど、私の名は最後に教えてくれるんだ。ああ、いいか、どうせ忘れてしまう。確かに一発じゃ覚えられないけど、まあ、とにかく死にたくなったら声かけてくれ。恩がある君へ安らかな死を約束するよ。大丈夫、私は君のことを忘れないから。ここにいる限りは何度だって君に安らかな死を与えてあげるよ。じゃあ、なんかもう一回ループしたいときはこの人に話しかければ手っ取り早いってことか。なるほど。EP はもらえんのかな。俺がそんなことを頼むと本気で思うのか。もちろんさ。君がいるその教会から外れない限り、君は必ず安楽を求めて私の元に来ることになるだろうさ。たかが人間の魂が破壊しれない恐怖を無数の死を経験して耐えられるはずがないのだからね。下着を思い出す。狂人のザレ言か。なるほどね。あ、動け。バルズダット。無償の安らかな死。奴らしい無茶苦茶な発想だが。バルズダット。ただ、この教会の外側で眠っていたら、奴だからこそできる系統か。
まったく厄介な奴が目を覚ましたものだ。何かされる前にここに送ってはみたが、この状況、一度連絡をして指示を仰いだ方が良さそうだ。誰の？それにしても、面倒な役割を任されてしまったな。あー、この人も物語の鍵を握るのかな。あれ、俺、あそこエンディング見なきゃいけないのか。この一番右のさ、あの、シャセル様の、ここ？ここになんかもう一人来そうだね。あ、盗むこともできない。調べる。普通だな。何が？いや、めちゃめちゃ豪華じゃん。じゃあちょっと死んでみる、一回セーブして。こんにちは、安らかな死を求めに来ました。安住の地へ。やはり来たね。準備はいいかい？早くしてよ、もう。早く！せめて、君に安らかな死を。安心して眠りなさい。愚かなる人の子よ。お。てん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 。すやりって眠るのかな？え、仲間も道連れなの？それないよね。リルクだけだよね。おーおー、番外エンディング3。安らかな死クリア。番外かぁ。さあじゃあオルガミラ戦行ってみますか。倒せるかな。到達の魔女オルガミラが出現。めちゃめちゃ強そうなんだけどな。とりあえず戦っていきます。技でじゃあ2倍にして TP 技放つかな。捨て身でワルトは心眼使って乱れ切りか。秘技にかかるかな。とりあえずじゃあこれ使うか。これ使ってヒロノちゃんはレジストしてもらって、キリアはもレジストでいいんだけど、プロテクトの方もかけとくか。こうすれば、うん、魔法と攻撃どっち来てもいいもんね。さあプロテクト唱えて、キリア早いね。スピード防御力上げていく。スピード速いのはでかいな。さあで急所を上げて回心率を上げていく。さあどう。あ、回心は入んないか。でも1万6000ででかいな。アンチエフェクト何。あ、いてつく波動を使ってくんのか。アンチエフェクト、あ、2回連続どういうこと。無駄な動きをしたよ。レベル3イラプション、ダメージを受け、レベル3の倍数でダメージを受けるってことかな。いや、厳しいな、それ。キリアだけダメージを受けてしまうと。まあ、キリア以外はダメージを受けないと考えれば、それたくさん使ってもらっても全然問題ない。さあ、じゃあ、捨て身の構え取って、ヒギで、破天竜豪波究極両断剣。で、技で、心眼も解除されちゃうのか。きついな、それ。で、乱れ切りで、ロノちゃんはレジストで、プロテクト。オッケー。急所を見極めて、乱れ切り放っていく。うわ、通行の一撃220。そよ映像。あれ、勝てるんじゃないか、これ全然。グラビテーション固定ダメージかな、割合ダメージか。あー、割合ダメージきついな。1653。エビルさんイラプション。キリアがな、結構ダメージ受けちゃうのがきついな。まあ、でも受けてもそこまででもないから、まあいいのかな。で、やっぱり、通常攻撃はそこまでしてこない感じか。で、やっぱり、まあ、魔法防御上げといた方がいいのかな。4万8000。すーげえ、超強い。いいね。さあ、じゃあ、次は、まあ、芯が残ってるから、これで技でラッシュブローをかけて、で、乱れ切りで、リジェネート全体使えたらいいんだけどな。とりあえずまずキリアにかけて、で、リカバリーを使うと。OK、2人は保持でも全然いいよな。アタッカーとしてはもう2人いるだけで十分だけど、リカバリーで回復していく。メテオスウォーム、あ、これまずいパターン、やばいんじゃない。ワンパンはやめて、あー強い、いやーやべえ。ちょ、マジかよ。まだ TP 溜めるせい、なんか、やってないじゃん、技。TP 溜まったってこと、早すぎない？やべえな。どうするか、アイテムで、不死鳥の羽を、ロの、アイテムで、いや、これで全体攻撃来たらきついから、エクサ使っとくか。で、あ、そうですか。先に使って、不死鳥の羽を使って、キリ、あー、バルトの方がスピード速いから、だからラウロはエリクサーで、でバルトは不死鳥の羽を2人。ここで2回行動が生きてくるね。これでラウロが先制してくれれば相手より、で不死鳥の羽に使って2人回復させる。これでエリクサーが決まれば、あーうあー、危ない危ない。よかった、通常攻撃で。通常攻撃はそこまで痛くない。アンチエフェクト、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。これで3回攻撃終わったよね。で解除された。でエリクス、うわ、そうだろ、グラビテーションだから一撃死はない。オッケーオッケー、悪かった、割合ダメージで。さあ、これでエリクサーで全回復していく。エリクサー超強い。ラストエリクサーの効果なんだよね、普通のエリクサーで。しかも1個5000円。すごい安い。いいぞ、これで持ち直した。よし、じゃあ TP 技でラッシュ。チャクラ使っとくか。使用ターンないもんね。チャクラ使って、初めて使ってくもらう。だってさ、そんな使う相手いなかったもん。そんな強い相手。心眼で、乱れ切りを放っていく。技術使ってもいいけど、ここは魔法防御を上げときたいからレジスト。
で、キリアもレジスト。これで2回掛けできる。心眼。これで、そろそろ倒しても HP まだ見てないな。どれぐらい減ってんだろ、今。レジスト、ロールガミラー。通常攻撃もな、早えな、攻撃が。マイティーガード、そういうことしてる。こっちディスペルみたいなの、技持ってないよね。いや、きついな。レジストで、防御力上げられてしまう。魔法防御はこっち上がった。フラッシュブロー。どれぐらい減る？あ、でもそこまででもないかな、変化は。いったでも毎ターン1万5000回復するのか。でも倒せる、これなら。いけると、ラッシュブローで。で、心眼かかってる。乱れ切り。乱れ切り。で、多分ないよ。あ、ただディスペル、あ、違う違う。ディスペルじゃなくて。ただ、状態除けはない。じゃあ、レジストはもういいから、プロテクトかけておいて。キリアは、ハンドブレイクでもいいんだけどな。じゃあ、秘術秘技どっちが強いんだろう。じゃあ、グランドクロス。グランドクロス、どれくらい食らう？よいしょ。あ、全然食らわねえ。クソ上。いえ、普通に見た的に一発と大して変わってないけど。しかし、こいつ回避率高えな。ガン、ガン、ガン、ガン。エナジーなんだと、やめてくれ。あー、でもあっちの方が強かった。オッケーオッケー、まだ一発で死んでない。プロテクト。オッケー、魔法防御が上がってるのが効いてるのかもしれない。ラッシュブローで。ナイス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 。オッケー、いや、強かったわ。超必殺技使われるともう壊滅状態になっちゃうからさ、かなりきついけど。いや、勝てたね。経験値うまうまじゃん。20万。お金は99,999。おぉ、あと1円あれば、まとまったのに。なんでそんなハスだったんだろう。やられたわ。私の負け。魔界一強いやつを倒したってことは、魔界滑られるじゃん。やった。統一しに行かなきゃ。でもね、団長ちゃん。私が今ここで、あ、こっから出れなくなっちゃうじゃん。あなたはこの空間で一生さまようことになるの。死ぬまで。ね。だってもう食料ないから3日で死んじゃうよ。つまり俺がここに来た瞬間に俺は負けていたのか、そういうことか。そうよ。そういうこと。めっちゃ薄くなってる。あ、透過率がどんどん上がっていく。くだらんな。え？死ぬことに何の恐怖もないってこと？この力の反応？何したの？この世界を盗んだとか。お前との戦いで能力が強化されたようだ。たった今この空間を盗む。レベル5になっちゃった。俺は出させてもらうことにする。出た先がどこかはわからないが、別の世界かもしれんが、ずっとここにいるよりはマシだ。ミラちゃん、そんなこと。じゃあな、到達の魔女。またどこかで会おう。あ、もう金稼ぎができなくなっちゃう。エンディング8。到達の魔女クリアおめでとうございます。マジか。それでは今から、ああ、強い意ね。これでだいぶエンディング回収できてるんじゃないかな。もう半分ぐらい回収したかな。6個か。じゃあ残り7つって感じだね。結構いいペースだな。ここはここしかないんだけど、これ気になるよね。超村人かっこ中年の指輪って。どうやって手に入れるんだろうね。じゃあ他のエンディングか。あ、そういえばこれ買えるね。願いの鍵。購入者の願いを叶えるための鍵。その扉の購入者の望んだものがある。妹ちゃんにこれで会えるんじゃない？買ってみる？多分4つのうちのどれかの扉が願いの扉だと思うけど。この願いの鍵はね、所有者の願いを叶えることができる鍵なのよ。その代わり、膨大な魔力を消費するんだろうね。じゃあ魔力がないと使えないってこと？あ、大丈夫よ。使うの、あ、よかった。オルガミラちゃんの魔力だったら無尽蔵にありそうだしね。てんてんてん。それで、俺の願いも叶えられるの？リルクの願い何なの？もちろんよ。そんなものがこんな値段で売ってんの？ただし、同じ願いを叶えても意味はないから注意してね。どういう意味？同じ願いを叶えても意味はない。なんかクイズになってんのかな？あ、わかった。じゃあこれから団長ちゃんの願いを聞くから、正直に答えてね。正直に。はい。お、ヒュインって言ったよ。団長ちゃん、あなたの願いは何？願いは、妹に会うこと、富を得ること、力を得ること。いや、妹に会いたいけど、やっぱさ、妹と、そのなんか死に別れになったのは、貧乏だったからじゃん。金があったら、親父だってあんな暴力は振るわなかったし、薬だって買えたわけだからね。富を得ます。お金が欲しいんです、今。はい、これで団長ちゃんは、富を手に入れたわ。やったね。てんてんて、いくらくらいもらえるの？
で、俺はどこに行けばいいんだ。あ、行く？え、どういうこと？あ、そうね。じゃあ、左から2番目の扉を開けてみて。そこに団長ちゃんの望むものがあるはずだから。わかった。左から2番目の扉だな。はぁ。1億ぐらい。いや、1億じゃ足りないな。60兆ぐらいない。お、あぁ !1、10、100、1000万、10万、500万 !500 万 !500 万いや、微妙だな。2500万でしょ。鍵の値段考えると大して嬉しくないね。宝箱盗めねえのか。なんだよ。え、じゃあ、これ何個もないの？何個も。あ、あるじゃん。で、これもう一回買ってみる？今だってアイテム、でも消耗しない。アイテムで、大事なもの、あ、ないよね。なくなってるよね。消耗しないって言ってるのに消耗してるんだけど。じゃあ、もう一回買えば妹とかにも会えるのかな？ありがとう。あ、やっぱり？できる感じなのかな。一回した会話なのに覚えてないの、ミラちゃん。また初見のふりしちゃって。あ、じゃあ全部選べるってことなのかな。え、じゃあ、全部選べるんだったら力を得ようぜ。力を得て強力な、やっぱさ、お兄ちゃんに、会うわけでしょ、妹は。変わった姿を見せたいじゃん。ムキムキマッチョメンになろうぜ。と言っても、私が増幅することのできる範囲の力と、持っている限りの最強の装備を渡すだけ。あ、いいじゃん、最強の装備。このメンバーの最強装備全員分ください。まあ、それでも強いこと、強いことに間違いないから、嘘じゃないけ。で、俺はどこに行けばいいんだ？どこ？左のやつ？それとも右から2番目？じゃ、左から3番目。1、2、3。右のやつね。そこに団長ちゃんの望むものがあるはずだから。わかった。左から3番目ね。オッケーオッケー。お！あ、1個ずつ意識？黄金竜の盾。かっこいい。黄金竜の剣。うん。指輪。これは、兜と黄金竜装備ってことか。装備できんの？リルク。どこ？あ、強い！ 380。あ、強い！リルクじゃなくて、他のメンバーは？最強装備。あ、でも黄金竜の腕輪とか装備できんだ。バンダナこれさ、お気に入りだって言ってんだよな。どうなんだろう。防御力1しか変わらないから、お気に入りの方か、やった方がいいよね。なるほど。じゃあ、黄金装備って、あ、黄金竜の兜できんじゃん。いいね、いいね。もともとは白いリボン。これか？安かったんだ。だから買った。防御力プラス1だって。クソザコじゃん。こんな装備してたんだ。で、ね、最強変わらない。いいね、いいね。これでだいぶ楽になったんじゃない？リルクは、あ、女神の剣。ああ、あれか。キリアちゃんが持ってたことか。なるほどね。そうか、一式しかもらえないのか。もっといいやつ欲しいんだけどな。じゃ、これで、妹に会えるの？あと42個買えるけど、一回開けたら意味ないってことだもんね。じゃあ妹やってみようか。ちょっとセーブしといた方がいいかな。じゃあ、選んで、妹に会うこと。俺のマイシスターに会わせてくれ。終わったわ。え、何が？でもごめんなさい。私の魔力でも団長ちゃんを妹に会わせてあげることは、できない。じゃあな、金返してよ。死者を生き返らせる権限を持つのは神だけだから。あ、そっか。一応、魔女だから、神ではないんだね。だから、代わりってわけじゃないけど、何？天界のとある場所に扉を繋げて、あ、これでいけるってこと？妹と普通に話せるようになるんじゃない？天界だと？そうよ。天界には神がいる。団長ちゃん？神様になる気はない。新世界の？やったぜ！神になればやりたい放題だよ。何を言っているんだ？邪神でもいいわけでしょ。横島な心を持ってても。さっきも話した通り、死者を生き返らせる権限を持つのは神だけなの。権限ってことは、権限があればオルガミちゃんを普通に生き返らせることができるってことか。権限がないからしないだけであって。だから、今の神を倒して、団長ちゃんが神になったら、妹さんに会うことができるじゃない。神がやっぱり全ての元凶なのかな。妹をあんな風にした。そして俺を生き返らせて王様を倒させようとした。マシンなの？むちゃくちゃな理屈。マシンイコール神っていう説もあるんじゃない？自分が殺されたから、恨みに王の子孫を殺すとか。おお、そうね。まあ決めるのは団長ちゃんだから。どうするのか判断は任せるわ。強そう。ミラちゃんより強いんじゃない？決めたら左から1番目の扉を開けてみて。一番左の扉でいいじゃん。左から1番目っておかしくない？そこに団長ちゃんの望むものがあるはずだから。わかった。左から1番目の扉だな。セーブしとこう。さあ、じゃあ行くぜ。お！これでクリスタルで、あの教室に行くの。ああ、行った！しかもなんか3人揃ってる！
え、なに？みんな後ろ姿。なんだ？ここは。教室だよ。てんてんてん。あ、振り向いた。ケルベロス。ライムくん。何してんすか？ベロスって言うんだ。モンスターオーダーだよ。モンスターオーダー？ゲーム？この前、神様から授業中にスマホ触るなって注意されたばっかりですよね。この世界にもスマホはあるんだ。これ、タブレットだから大丈夫っしょ。物は言いようだね。それに、神様まだ来てないし、神様直接来るの？神様が行使してるんだ。へぇ。そういう問題じゃないと思うけど。妹が神様。でも、確かに、今日は神様来るの遅いっすね。気づかれたんじゃない？俺らの行動。先生、どうしたんだろう？私、チーパー、メスだったの。てっきりその立派なさ、ふさふさな、あれなんだっけ、縦紙があるから押すかと思ったけど。まあ大丈夫っしょ。なんせ、神様だし、何でも許されちゃうよ。おい。つっつっつっ！あ、かっこいい3人。誰だ？見ない顔っすけど。神様のお知り合い、そうなんだよ。新世界の神だよ。新時代の神。ライム。つ。ん？え？ライムくんの友達っすか？そうなの？ライムくんだけ一番弱そうだね。周りの他の2人は強そうなのに。君。誰だっけ？この野郎！俺の人生を狂わせた張本人のくせに。え？友達じゃないんすか？知らないふりしてるんでしょ？うん。全然知らない。ライムくん、本当は友達なんだけど、ゲームのやりすぎで忘れちゃったんじゃ。記憶領域が少なすぎるんだよ、お前。確かに、あり得るっすね。日常茶飯事なのかな。この野郎。失礼な。そんなわけないだろ。っていうか、何でもかんでもゲームのせいにする風潮やめろや。そうだよね。なんか事件があるとゲームに影響されたとか。そんなの科学的に証明されてないだろ。お前らみたいなのがいるから純粋にゲーム好きな子たちが普通にしているのに、世間で肩身が狭い思いをしたりするんだよ。もう最近はね、そういう目もだんだんほぐれてきたというか、昔に比べたらまだ柔軟になったよね。ごめんっす。ライムくん、自分そんなつもりじゃなかったんすよ。いいから神を出せよ。お前らのやりとりなんて聞いてる暇はないんだ。早く神を出しなさい。私もごめんね。いい奴らじゃ。いいんだよ。別に。僕も悪かったよ。許してあげる。だけど、帰りにさ、コンビニで課金カードが、コンビニもあるし、課金カードもあるんだ。すごいね、展開も現代社会と似たような世界なんだね。望みないな。そしたら、今まで通り僕らはずっともだよ。最低っす。ライム君、金で友情買うなんて。てんてんてん。茶番は終わったか？ごちゃごちゃごちゃ。君、まだいたの？この野郎。ほんと失礼なやつだな。神はどこにいる？つ！は？神様の、お客様っすか？違います。ライバルです。あ、なら私、先生すぐに呼んで、あ、いい子マールちゃん。呼んできて、今すぐ。君、神様に、何のよ。嘘つけよ、ここ。ここは馬鹿正直に答えるところじゃないぞ。俺は、もう、ほんとバカだよね。そんなこと言ったら襲いかかってきちゃうじゃん。神と直接戦った方がいいのに。プッ面白い冗談だね。見た目はどうあれさ。ただの人間の君が、あの神様を殺すだって。だって強さなんて知らないし、会ってみないと倒せるかどうかわかんないじゃない。ありえないっすね。もしかして、大変な病気な、頭のってこと？腹立つな。黙れ！お前らのことはどうでもいい。早く、神に会わせろ。ごちゃごちゃごちゃ。はぁ、もういいや。ベロスくん、マイラくん、うるさいから、あれ消しちゃおうよ。すごい怖いことをそんな。そうっすね。かわいそうだけど仕方ないよね。よし、じゃあやるか。しかし君は運がいいね。神獣三体に相手してもらえるなんてめった、神獣だったの？こいつらも神ってこと？神の獣。五択はいい。いいから、来い。わー、左右三回攻撃してそう、してきそうだね。じゃあ行くよ。めっちゃ強そう。わー、教室で。こんなのほほんとした雰囲気なのに。神の使いがみんなモンスターっぽいってことは、やっぱり神も、魔族系なのかな。一丁チャクラ使っといて、自己回復力を高める、ダッシュグロー、不審眼を使い、乱れ蹴り。で、こいつらは魔法よりも物理攻撃してきそうだから、プロテクト。で、魔法で、ブレス2枚かけてもいいか、もしかしたら魔法使ってくるかもしれないから、レジスト。オッケー。防御を固めることは大事。さ、魔法防御を上げていく。で、急所で、乱れ切っていく。いいダメージ入るね。防御力はそこまで高くないぞ。で、プロテクトを上げていく。完璧。ダッシュグロー。
まずは一匹から倒していきたいね。オールダウン、ああそういうことしちゃう、そういうチート技使ってきちゃう、これきついね。魔法打ち消し、あ、魔法打ち消しだってすげえ。ランチエフェクト、あ、防御力も、あ、ちょっと待って、バットステータスも回復してくんねえの。あ、でもクソ弱いわ。クリームゾーンフレア、あ、全然強くないよ。だって、ま、防御力とさ、魔法防御下がった状態でこのダメージでしょ。あ、全然余裕だわ。どれぐらい HP？ あ、結構削れてんな。6ターンぐらいで倒せそう。乱れ切り、乱れ切り。あ、でも、あれか。診断の切り替えてるのか。診断切り替えて乱れ切り。で、じゃあ、一応、プロテクトレジストかけとくか。プロテクトレジスト。ロノとキリアちゃんは、基本的に、サポートでいいよ。うわ、全然ダメージ入んね。アタックが下がって、しかも2段階下がってんのか、これ。超きつくね。いや、すげえな。ライムをまず何とかしないと、どうしようもねえな。攻撃力、きついきつい。攻撃力を上げて、TP 技放つっていうの手だけど、いやー、きついな。あー、しかも火傷した。火傷は何の効果だろう。まあ、でもダメージ量はそこまでもないから、長期戦にはなってしまうけれど、リフレクト。魔法反射する。そういう技、ほんと強いな、こいつら。威力が微妙だけど、2段階上げる。気合ダメしときゃアタック打ち消せるかな。攻撃力弱体を、あ、弱体を解除して、さらに次のターンに攻撃力2段階だから、これいいんじゃない。まあ、またかけられちゃったら意味ないんだけど、心眼かけて、長い、あ、でも心眼かかってるか、今。じゃあ、乱れ切りと乱れ切り。で、ちょっといいかな、攻撃しちゃった方がいいのかな、そっちの方がいいような気がする。ホーリーブラスト。で、ティアトルネード。どっちが効くかな、最新の一撃。よいしょよいしょよいしょ。右側倒そうだな、もうすぐで。あ、ちょっと待って、魔法反射するの忘れてた。やべ、ティアトルネード。これ反射されたらまずいんじゃない、カウントして。あ、ダメージ受けない。オッケーオッケー、ナイス。ボルケーノ、ホーリーブラスト。どう、オッケー。ホーリーブラストあれか、貫通なのか。強いね、ボルケーノ。まあ、回復一回すれば、全然オッケーな感じだから、チャクラ使っといて。で、ラッシュブローからの、心眼使って乱れ切り、あとは、リカバリーで全体回復して、どうしたの、技使うか。技でアーマーブレイク、こっちのもう攻撃力下げられちゃうの仕方ないから、相手の防御を下げるようにしとけばいいんだよ。アーマーブレイクで、そうすればこっちの攻撃が下がってもプラマイゼロになる。右からまず倒していこう。もうオールダウン毎ターン使ってくるの卑怯すぎない。もうこれはもうしょうがないわ。ディフェンスとかマジック防御上げるのはもう無理だから、この状態で戦うしかない。リカバリーでほぼ全回復。オッケー。ファイアフォース、炎の力。属性ってあんまり関係ないような気がするけどな。弱点属性とかあるのかな。あ、連打しちゃった。乱れ切り。まあ、いいか。これでガードアサルトじゃなくて、防御力を2回下げていく。あ、まぐれそっちに勝ったよ。ラッシュクロー。しかも相手火傷してんだ。いいね、いいね。リカバリーで全回復していく。オッケー。ラウロの HP がめちゃめちゃ上がるな、これ。ちょっとレベル上がるだけでめちゃめちゃ HP 上がるね。ダークフォース、闇と炎。闇の炎ってかっこいい。あ、でも炎打ち消されてるね。ダークネスゲート。あれかね、闇の属性をつけると闇の呪文が強くなるとか。そんな効果もあるのかな。心眼で乱れ切り、今生きてくれるぐらい。あー、でもいけそう。ライムがタフいな。じゃあ、こいつらどうすかな。チーズでも使っとくか。で、グランドクロス。オッケー。で、心の急所を上げていく。心の急所とかで、心の目で見て急所を上げていく。グランドクロス。いいダメージ。いいダメージだね。オッケー。オールダウン。もうこいつそれしかしてこないな。だったらもう無害と一緒だよ。全然オッケー。ただ、発狂するかもしれないよな。HP ある程度減ったら、発狂モードに入るか。レミナルはトワイライト !12 の、あ、魔法はね、それ魔法扱いなの？マジかよ。シャドウフレア、ファイアフォース。バランス崩して、ラッシュブローをかけていく。そう、診断の小さいのきついな。ラッシュブロー、乱れ切り、乱れ切り。で、魔法弾かえられちゃうから、どうすかな。ディスペル、戦闘不能以外の状態異常。これ、能力ダウンは状態異常と言えるのかな？微妙だよね。じゃあ、単体攻撃で、ベロスの方。で、技で、アーマーブレイク。よいしょ。防御力下げられてるから、ガードアサルトのダメージが減っちゃう。オッケー、前が倒した。まあ、向こうの、与えてくるダメージがそこまで高くないっていうのが救いだけど、これで高かったらもうかなりきつかったよね。シャイニング、よい、ラッシュロー。そろそろ左も死ぬんじゃないかな。さ、で、ラッシュローで、診断して、乱れ切りする、ホーリーブラスト、パワースラッシュをライム。さ、これで、左側は倒せるはず。オッケー、あとはこいつだけ、諸悪の根源。こんなやろ。こいつを倒したら神と戦うことになるのかな。アンチエフェクト。回心率が元に戻った。そういうことしちゃう、アンチエフェクト。うん、意味のない行動。オッケー。ラッシュブローして、ホーリーブラスト、これぐらい。あ、でも3分の1、たっぷりな、こいつ。めんどくせえな。キャブラ使って、で、まあやることは一緒だからね。診断はもう解かれてる。乱れ切り、シャイニング、技で、アーマーブレイク。見極めていく、会心の位置。防御力2段階下げれば、結構いいダメージが入るんじゃないかなと思うけど。いや、いいダメージ入ってるこっちに。シャイニング、オッケー。ラッシュブロー、ポン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 。いいダメージだね。ラッシュブロー。診断は切れてない。乱れ切り2回。で、回復を挟む。で、アーマーブレイク。もう半分削れてもいい。2100。やっぱ、あれだね、防御1段階下げるだけで結構なダメージが入る。330、ワンチエフェクト。意味がない。オッケー。3280。いいね、いいね。で、リカバリーで回復。キリアかな、焼けるダメージが微妙に痛いね。回心の一撃、いいダメージ。残り3分の1ぐらいかな。ラッシュブローで、診断、乱れ切り、3分の1以上とかあるな。じゃあ、ヒーリングを、キリア。で、技で、アサシ。オッケー。いい感じ、乱れ切りをしていく。これも勝ち格だから、TP 使わなくていいよね。もしかしたら神戦が次に控えてるかもしれないから、それまでに TP 貯めておきたい。で、ヒーリングで回復しておく。全然回復しねえな。だからもうエリカ使った方がいいか。よいしょいしょいしょい、オッケー。で、全部すべて元に戻った。これでダメージかなり入るんじゃないか？このターンで倒せるはず。じゃあ、シャイニング。
て、技でパワーフラッシュ。さあ、1800ダメージ、乱れ切り。いいね。これ勝ったでしょ。よいしょ。あーし、オッケー。ズボン見やがれ。すごい。経験値めちゃめちゃもらえる。お金も30万か。レベル95、99、100、102。いいね。レベル999が最高かな。マジっすか。強い。そうだぞ、お前。ミラちゃんの友達だからな、こいつら。まあ、言ったな。こりゃ本当に強いわ。僕らを倒すなんて、大したもんだよ。こうなったら、合体とかすんなよ。まさか。てんてんてん。逃げる、あ、逃げるんかい。おい、神様を呼んでこいよ、お前。あ、しかも一人だけ逃げやがった、あいつ。待ってくださいっす。ああ。ライブの方があれなんだね。一番弱そうなのに一番上なんだ。二人とも待ってよ。あとは神だけだよ。ここら辺探索できんのかな？机とか盗める？なんなんだ、あいつら。しかしこれからどうするか。とりあえず探索するか。探索しよう。お、なんだ？また急に暗く。それずるくない？と俺が声を上げようとした。いつも闇打ちされてんじゃん。死ぬんでしょ？どうせここで。誰かに耳元で、こう囁かれた。あれ？騎士感がある。エンディングナンバー7。ライムと愉快な仲間たちクリア。おめでとうございます。これで終わり？ああ、なるほど。これは ?EP はどれぐらいもらえんの？移行するための処理。お、2増えた。いいね。EP が2以上あるようですね。お金さえもらえればガゼルナイフとレベル2から4までの能力をまとめて購入できますが、あ、そういうこともできるの？ああ、じゃあ、一回一回買わなくて済むってことか。ああ、じゃあ、やり込み要素というか、周回用に、これショートカットしてくれるってことなんだね。めちゃめちゃいい子。モンスター図鑑。今どれぐらいなんだろう？ああ、すげえ。あ、でも結構ハテナあるよ。まだ戦ってない敵がいるのかな？達成率 58% だって。いや、全然戦ってないじゃん。はあ、こっちは？ 5 以上あります。お金さえもらえればあなたの盗んだ回、これだ。これでピュアになれるんじゃない？王様倒した後に、行くやつ。盗んだ回数、1000、はい。まあまあですね。そんなあなたには、1、10、100、1000、万、10万、100万、777万。全然余裕。なるほど、金で解決できるってことか。じゃあ、あのエンディングも見られるじゃない？骸骨のアランカルみたいなやつの。あ、消えちゃった！え？一回しか使えないの？え、じゃあ失敗できないじゃん。じゃあ、とりあえず、盗まずに、またあいつのアランカルのところまで行きたいと思います。